えー、ひろゆきさんみたたいいいいな面白くて賢い人とお付き合いしたいですどんな女性になるべきでしょうかまあでもなんか賢い人は世の中にいっぱいいるのでで2種類いるんですよね。あのえっと反発してくるのが面白いと思うタイプの人と「あのうんうん」って言って聞いてくれる人が好きなタイプっていうのが2種類いて。えー そうだな例えばあの、ドアンゴの川上さんは反発されるのが好きな賢い人なんですよね。なであので、と奥さんと言い争いになったりするんで、なんか新婚旅行で言い争いになったみたいなのをフェイスブックに上げたりしましたけど、で、逆にそのあの反発しないでうんうんって言ってくれるタイプの人の方が好きって、要はあの社会の中で賢い争いをしているので、家の中で頭使うのは嫌だっていうタイプの人もいるんですよ。なののでで人によるので あの、どっちのタイプの人が好きなのかによるので、ご自身で決めてみてください。